ごきんよう、ベルです。今日も本を読む文学 YouTuber です。私の本棚見ての通り文庫本、小説が圧倒的に多いんですよね。だからベルさんって小説しか読まれないんですかって聞かれることもまあまあありまして、そんな時にはですね、ビジネス書とか自己啓発書っていうのも読むには読みますし、実際書評もしたことありますよって答えます。でも私思っちゃったんですよ、自己啓発書ってなんだって。ビジネス書は分かりますよ、ビジネスに関係してることでしょ仕事術とか経営の話とかフリーランスで生きていくにはとかもいろいろありますけど、自己啓発に関する書、まず自己啓発って何って思っちゃったんだから仕方ないよね。私なりにまとめてみましたので、皆さんと一緒に考えていければと思います。はい、自己啓発書とは何かを知る前に、自己啓発という言葉を知っておかねばということで、皆さん自己啓発と聞いてどんなイメージを持ちますか。本日の投票カードポチッと押してみてください。私は正直なところうさんくさいっていうのが先行して頭に浮かんでしまいます。やっぱり見えないものにアプローチしている感じがして、そこへの不安感なのかな。ピンからキリまで激しいっていうかさ。じゃあ実際のところね、自己啓発ってどういうことを指すのかっていうと、自己、自分自身を啓発、切り開いていくっていうことなので、自分自身で自分自身の能力を高めていく、成功を収められるように、充実した人生を生きられるように、人格者になれるように目指していくこと、そのための訓練自体も自己啓発って呼ぶみたいです。語弊はあるかもしれないけど、自分磨きって言っても近いかな。この言葉を聞いただけでネガティブなイメージが強く残るというのはあんまりないかなって思います。でも自己啓発には具体的な取り組みが必要なわけですよね。この主な例として挙げられるのがやはり読書、そしてセミナー、イベントなどの参加。最近フィットネス流行ってますけれども、ジョギングとか筋トレなんかも入ってくるんじゃないかなって思います。で、今回は読書、自己啓発書を詰めていく内容ですので、自己啓発書どんなものが書かれているのかと言いますと、その自分の目標とする能力の向上の指南書、ハウツー本ということになってきます。例えばこちら、ディー・カーネギーの人を動かす、世界的に有名な自己啓発書です。偉そうに言ってるんですけど、これ学生時代に人に言われて生きてかって半分弱で止まったまま、まあでもですねこちらの目的は人を動かすという能力の向上ですね。そのためにはということで、目次を読んでみますと、人を動かす三原則として、ヌスットにも五分の利を認める、重要感を持たせる、人の立場に身を置く、他にも人に好かれる6原則、人を説得する12原則、人を変える9原則、幸福な家庭を作る7原則。これ現代読むと How to win friends and influence people って書いてあるので、友達のゲットの仕方、そしてどうやって人に影響を与える人物になるのかというのが書いてありますよって。英題の方が分かりやすいですね。友達ゲットしたくて人に影響を与えたいと思っている人がこれを読むとためになって、実践したらそうなれると、なれるかもと。他には有名なやつだと、この嫌われる勇気、幸せになる勇気のシリーズは、自己啓発の源流って書いてありますね。あとはビジネスの方ではありますけど、この堀江さんのゼロ、何もない自分に1を足していくとかは自伝であり自己啓発書かなって思います。こうやってたくさん領土があるんですよ。私も小説を読んでいてね、あの主人公のように生きようって自己啓発的な部分につながることあるんですけれども、まとまってね、書籍になっているのを読むと一気にモチベが上がったり、自分の理想とするものが整理されたり、ぼちぼち読む。ただ自己啓発書には性質があって、非科学的な場合が多い、あまり理論を重視していないということですね。著者の経験則とかになってくるのかな。もちろんソースがあって紹介しているものもあるとは思いますが、そこをいちいち書くことを目的としていない、学術書ではないということですね。例えばこの嫌われる勇気シリーズっていうのはアドラー心理学のお話なんです。でもアドラー心理学の思考を自己啓発として反映させている側面が強いので、学術書ではないですよね。心理学書としては出していないはず。だからこの性質をね、良くない方に利用してしまうと、どんなに説得力が薄いものであっても、これはモチベーション上がるんです、自己啓発なんですって言ったら通っちゃう可能性がある。本当にその濃淡っていうのが激しいから、私みたいにちょっとうさんくさいって思っちゃうのも
あるのかもしれません。あとは例えばダイエットとかはさ、結果が目に見えてわかるから判断しやすいけど、自己啓発本の場合は読んでたとえ実践してもそれが結果に直結するかわからないですからね。目に見えないからこそそれを盲信している場面を見ると違和感っていうのはあるのかもしれません。でも私は誰でも挑戦しやすいからこそいいこともあるかなとは思っています。ビジネス自己啓発って一緒のジャンルでくくられることとかあるんですけれども、ビジネス書ってさ、だいたい読んでるとこう共通してくる部分、同じこと言ってる部分って多いんですよね。でも誰が言ってるかってめちゃくちゃ重要じゃないですか。読むこと自体も自己啓発かもしれないけれど、やっぱりやる気になって実践するっていうところまで持っていけるのが理想となると、自分の収めたい成功をすでに勝ち取っている人の本を読めば、他の人が書いたものよりやる気は何倍もアップするし、たとえそれがね感情論的であったとしても、その人のためになればそれでいいと思います。まあいいとこ取りしていけばいいんですよ。ちなみに私が自己啓発書を読んでいる時に気をつけているところが3点ありまして、1つ目はたくさんの人が読んでいる本、特にレビューの評価が高いもの。2つ目は2冊連続で自己啓発書を読まない。3つ目は話半分に聞く。これはね、取捨選択できる目線を残しておくっていう意味と、今までできていなかったことを悔やむっていう無駄なねメンタルの消費をしないためにおすすめです。はい、ということで今回は自己啓発、自己啓発書についてどんな意味なのか、どんな本なのかというのをお話ししました。ぜひ参考にしていただければ嬉しいですし、今まで自己啓発読んだことなかったよっていう方は読むきっかけになったら嬉しいです。他にも本に関するあんなことやこんなこと、調べてほしいことなどありましたら、コメント欄でどしどし募集しております。私動画の最後にくだらないこと言うじゃないですか。さっきそのシーン撮ったんですけど、レックボタン押し忘れてて今2回目なんですよ。自己啓発1、自己啓発2。最後までのご視聴ありがとうございます。この動画が面白いなと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。それではごきげんよう。皆さんのおすすめの自己啓発書もコメント欄で教えてください。これパラパラって読んでたらやっぱ全部読みたくなった。